今まで登録していただいた方も新システムになりましたので、登録の登録のし直しが必要でございます。えー、常に登録続けていただいた方もですね、申し訳ないんですが再登録をお願いしたいというふうに考えております。はい、皆さんこんにちは。神谷聡平です、えー。本日は松田代表と私神谷でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。 はい、久々に2人で,です、ね、そうですね、そう考えてみたら、選挙直後にやって以来かもしれないですね。ということで、まあ、私も議席を得て、ですね議員のあの場ジいただいて、もう1か月経ったんですけども、はいねまあ、松田さんにも党代表になっていただいて、代表、副代表というか、代表もらってるんですけども、<laughs> どうですか、なんか代表になられてからなんか周りの変化、ございましたか、えー、あのやっぱりですね、あの私はまあちょっと、ね、議席を得られなかったんですけど、国政政党の代表になると、まあ、見方が違いますね、皆さん。あそうですか いやあのこの間あのそれを痛感したのが戦没者追悼式でしたけども、はい、あの有名な、ね、皆さん政党の代表の皆さん、えー、と一緒に献花をした時に国会議員がいないんですよね。うん、ですから国会議員は昔私国会議員として呼ばれていたことあるんですが、はい、今コロナで人数制限するとあ 国会議員より上になっちゃったって。<laughs> <laughs> そうか。代表じゃないといけないですもんね。代表 <laughs> じゃないといけないという感じで。で、やっぱり、えー、この、やっぱり国政政党になったっていうことで、今までは賛成党ってわかるけど何やってんのっていう感じの人がですから、もう完全にこの社,もう社会の中で重要な存在になったという目で見てくれるようになったっていうのは、はいうん、もうこれ肌で感じますよね。ああ、そうですか。えー ええ、僕の方は、10年ぐらい連絡なかったそばしからいっぱい連絡が来るそうです、そういうのがいっぱいありますけども、ええまあ、私自身は実は、一生懸命やってきたので、ええ、なんかあんまり議員のバッジがついたから何か変わるっていうことはないんですけど、良くなったのはやっぱり、はい 国政制度になって、秘書がついたのと、はい、そうですよね。うん、あと、党のスタッフもね、今まで5人ぐらいで、もうキリキリやってたのが、三3倍ぐらい増えてるんで、えー、だいぶね、仕事触れるようになったので。そうですよね、はい。その分仕事も多くなりますけどね。けど、そう,そう <laughs> いや、事務局長と国会議員と両方やるのは本当大変ですよね。いや、あの、えー、どっかのングで変わっていたい <laughs> <laughs> 国会議員の方。<laughs> はい。あの、 まあ、とにかく私、えー、今、ね、議席もいただいているので、えー、とにかく賛成党というものの,あの足腰を強くするために、はいはい、やっぱりその党組織と,そ、ね、あとスタッフ体制、きちっと整えて、うん、あと国会議員が絶対これが増えてくるので、はい、その時に、はいあにちゃんとそれぞれの国会議員につけるスタッフがもう何十人か揃っているというところまでつく、ねえー、っておこうというのが、僕の国会議員としてのまず大きな一つの役割かなと思ってます。うんうん、そうですよね、まあ、あの一議席 しかないんで、はい、まあ質疑に立つ機会が限られるかもしれませんけどね。ねただ、早速質問収集中も5本出しましたからね。はい、そうですね。えー、はい。えー、まああれもね、やっぱり松田さんもいろいろ協力してくださるんで。はい はい。やっぱり一人ではできないんですけど、まあ三世と本当チームでやりましょうということで、まあ、党員がものすごい優秀なんで。そうですよね。はい。いや、もうすごい優秀だと思いますよね、党員の皆さんですね。そう。まあ、恥ずかしいい政策だけだったら私よりもあなたの方が知ってるじゃないですかという方もいらっしゃるんで。それぞれの分野で、それぞれよくわかってる人がいますからね。はい。え、これ強みだと思いますね。あの、一人の議員っていうんじゃなくて、党全体が、 これだけなんか議席を持っちゃったみたいな。そうですね。なんかそういう実感がありますよね。はい。はい。質問収集なんかはね、特に上限があるわけではないので、やっぱり必要だと思うことは、みんなでね、知恵を出し合って調べて、質問にしていくと。あれもちゃんとした政府が閣議決定した答弁ですからね。はい。一大臣の答弁より重い答弁が出ますからね。そうですね。はい。 ですので、そういう形で民主主義がちゃんとしてるなと思うのは一人であってもちゃんとそういったある意味調査権みたいなのが使えると質問権があるというのが日本の民主主義の今回の大事な制度だなとそれはフルに使いましょうあと今後の展望としてまずは代表としてこんなことをやっていきたいと。 はいいいうようよよなものござまますすででしょうか、まあ、いっぱあありますよねある意味で、うん、でやっぱり選挙の時に言ってきたことを具体的に実現しなきゃいけないというのが一番大きいと思うんですね、はい、でやっぱり一番言ってたのはあの、参加型の民主主義を作るっていう、はい、これを言ってきたので、うん、具体的に、ね、これを、ね、世の中に見せていきたいなというのはありますよね、はい、あの党員の思いで、党員が政策を考えて、こうやって実現、国会で実現させていったというものが、1つでも2つでもとにかく出していくっていうのをやりたいっていうのが一つありますよね。はい それからの、えー、新しい今までにないベンチャー政党としての、えー、新しい仕組みを入れていくとかですねまあ今あの、まあ、情報技術で皆さんアレルギーある人多いかもしれませんけれどもでもこれからの社会っていうのは明らかに変わっていくんでそれをこう先取りするような もう日本独自のあの基盤というのをきちっとさせてセキュリティもきちっとさせた意思決定の仕組みとかですねそういうものを賛成党が先駆けてやっていくっていうのも一つあると思いますしそれからもう一つは世界の潮流がナショナリズムだと思うんですねこれをね日本で代表するのは賛成党だっていう位置づけをはっきりさせてまあそういった世界のえそういった方々と連携を取っていくというかですねえ一つの新しい時代を切り開いていくというまあそういったやり,やりたいことは はい、またあの、これだけ大きな党ですからね、あの党員がたくさんいますんでねあの、皆さんそれぞれ参加していただければ、皆さんにもいろんな機会が、ね、提供できるんじゃないかなというふうに思いますよね。それを実現するためにですね、えーあの、私、事務方として頑張って組織を作り、はいはい、そして、まあ <laughs> えー、お金も、ね、考えないといけないから、もうちょっとマネタイズのことも考えてやっていこうと思いますし、はいはい、私はね、あと若い人たち、はい の、やっぱり意識を変えていきたいなと思いがすごい強いんですね。もともと教育があの主だったので。はい、ですからね、ただただこう政策とか政治っていうとやっぱ難しいので、<ー>ただ例えばこう芸術、ーアートと政治とか、えー、音楽と政治とかですね。 そういったこう掛け算をしながら、今まで政治に関心を失ってた人たちに参加してもらえる窓口を広げていきたいな、なるほどなるほど、いうことを考えてまして、特に十代二十代、彼らがやっぱりね、これからの社会を支えていくんで、そのやっぱり方針の育成っていうのをね、私日本はサボってきたような気がするんですよね。のでやっぱり政治の世界は私も十五年ぐらい見てますけど、やっぱり人材不足だなと思ってるので、本当に能力のある人世の中にいっぱいいらっしゃるんで、そういった方々が政治の世界に入って きて、うん、自分たちの力とかねあのスキルを生かしていこうと言ってもらえるような、うん、こういうきっかけ受け皿を作りたいなというふうに強く思ってますアートという意味ではもう私もチェロを弾くもんですからねあそうですねなんかそういう機会をサンセットの中でも広げていきたいなと、ねね、んかね<ー>問いの方からもそういうね音楽イベントやりましょうとかあとはその 当院の中でやっぱりこうね、ま、我々オーガニック欲とかっていう、肉ッグネつけられてたみたいですけど、そういう健康意識の高い方多いので、何かで当院で農家の方もいらっしゃいますから、そういういいね、自然栽培とか、オーガニックで作ってらっしゃる方々と、それ欲しがってる、生産物欲しがってる当院をつなぐような仕組みっていうのも、これはまあ、あの、当じゃなくて、民の方になるかもしれませんけど、そういった形作りもですね、こう作っていきたいなとか。そういう意味で、いろんな意味で、あの、あれですよね、 えー、いわゆるコミュニティっていうかですねいろんなテーマを持ったコミュニティのなんかこの、はい なんていうか、プラットフォームみたいな。そんな感じが作れたらいいですよね。そうですね。っていうのはですね。ですから、本当にそれぞれの支部が、あの、大きな役割を私、果たしてもらいたいと思ってて、皆さんこれから支部、今、えっと、50だった、49だったものが、今選挙終わってからだいぶ増やして、100ぐらいになったんですね。で、289小選挙区あるので、289支部まで増やそうと思ってですね。で、支部ごとになんかいろんな企画していただいて、そうですよね。この支部はここの頑張ってるね、とか、 そういうような形で。ね頑張ってやっていただいたら、それを、まあ,あの、支部の事業にしていただいて、そこで活動費を得てもらう,う、ね。ただ政治だけやるんじゃなくて、はい、具体的に社会にんかつく生み出していくっていう、はい、それぞれのコミュニティかなんかを作っていただいてですね、はいうん、それがあの皆さんの生きがいの場にもなっていくっていう、それが政治につながっていくっていう循環を起こしていくといいですよね。そうなんですよね。だから今までこう社会運動とかされてる方いっぱいいらっしゃるじゃないですか。えーえー だから、参政党はそういうことも中でやりつつ、そこで、例えば法的な課題があれば、それを国家に挙げていって、法整備していくというので、中でやって、さらに政治もダイレクトに繋がると。そうそうで、ね、なんで政治なんだよって多いけど、いや、政党ですから。政党だから政治ある当たり前ででも、政党だけど社会活動や国民運動もやってると。そういうモデルですよね。全くそうだと思うんですよ。だから、いわゆる政党っていうかね、その概念自体、政治という そういうものが実は私たちの日常の経済活動であったり、うん、社会活動社会的な生活であったりと、はい、そういうものの中に政治があるんだということを具体的なもこの、ね、モデルを作って示していくというのが、ねはいうん、これが結局は国民の政治参加につながるという、はい、ことになりますよね。はい えー、というね、大きなイメージを持ちながら、はい、党員の皆さんですね、うん、もしくは党員になってない皆さんも、こういうこと賛成でできないかなということがありましたら、こ、はい、に入っていただいて、で,ねはい、で、なかなか個人の意見は採用されないので、うん、やっぱり支部でね、はい、あの、揉んでいただいて、うん、支部長からこう、党本部に提案していただければ、うん、あの、 基本的に前向きな提案に関しては、われわれ全部受けていこうというふうに思っていますので、ただね、個人的にこれが中でやりたいんだって言われても、ちょっと一人一人のには対応できないから、それは無理ですよね、やっぱり位で支部単位で考えていくそういう提案をしていただけるとありがたいなというふうに思いますね。ということで、選挙後1か月を経てということで、報告させていただきままままししししたたた引きき続よろくお願いいいすあありりががととうううごござざどもました。